ただいまからセッション2、カーボンニュートラルと資金調達を開始いたします。私は、本フォーラムのコーディネーター兼各セッションの司会を務めさせていただきます。倉橋徹と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。それではまず、慶応義塾大学総合政策学部教授、元日本銀行政策委員会審議委員、白井さゆり先生からご講演をいただきます。ご講演タイトルは、グリーンファイナンス市場の発展のために何が必要かです。それでは白井先生、マイクをオンにし、チャンネル日本語で、ご発表をお願いいたします。はい。よろしくお願いします。白井さゆりです。ちょっとビデオの方がオンにできませんので、音声の方は聞こえていると思いますので、今画面を共有したいと思います。見えてますでしょうか？はい、見えております。今日はですね、資料が英語なんですけれども、日本語で話してほしいというご依頼でしたので、英語の資料を用いながら、日本語で話したいと思います。私は今、大学で教えながら、マニラに、ある国際機関のアジア開発銀行と、その研究所であるアジア開発銀行研究所で、共同の、プロジェクトを立ち上げておりまして、アジアで、アジアでどうやってそのクライメートファイナンスの市場を作るかっていうことで、規制当局側が、お互いに話し合って、規制、情報開示とかそういったところから、できるだけ、標準化を図っていこうというプロジェクトを立ち上げておりますので、そういった経験から今私が感じている、そのクライメートファイナンスで、の課題をお話しします。で、前半がクライメートファイナンス、一般的な話で、二つ目、後半がですね、中でも、hard to abate って言われる排出の非常に多くって、しかし技術的にまだ大きな削減ができない製造業について、トランジションファイナンスと言いますけども、その課題についてお話ししていきます。まず第一部のクライメートファイナンスの、動向なんですけども、今世界を見ていますと、いわゆる ESG 投資というのが、金額的には増えています。で、ESG っていうのは、ここにありますように、E が環境で気候変動などが入り、S は、社会的人権などが入り、で、それからガバナンスっていうのが企業の、取締役会を中心とする、経営陣の、立ち位置ということになります。で、私が今、世界を見ていて、やはり、この ESG の中で、最も標準化が、今もそうだし、これからも進んでいくのが、やはりこの気候変動を、環境問題だと思います。今、最も気候変動の情報開示が、標準化がされようとしておりますし、それから今は生物多様性も、話が進んできています。社会につきましては、やっぱりどうしても、なかなかこう、民主的な国っていう、ものが、なかなかそんなに多いわけではなく、やはり国によって、様々な考え方がありますので、S については、ちょっと世界的な標準化っていうのはなかなか難しいと思います。もちろん女性の、躍進とかですね、労働者の環境を良くするとかいったことは進むと思いますが、標準化っていうところまで行くのはなかなか難しいと思います。ガバナンスもですね、やはり企業の形態に関しては、特にアジアの場合には、いろんな考え方がありますので、やはり西側的な話も考え方で進んでいくようには見受けられません。で、今現在、ということで、私の話は、クライメートですね、気候変動のところを中心にお話ししていきます。ご存知のように、今は、その気候変動っていうのは、物理的リスクって言われるフィジカルリスクと、それから移行リスクというトランジションリスクと2つあって、X 軸の方がこの物理的リスクで、現状は、各国がやってる政策のままだと、今世紀末までに産業革命前に比べて、2度を、ずっと超えるような、地球の温暖化が進んでいくと。で、この状況ですと、物理的なリスクはどんどん増えているけれども、十分な気候政策、脱炭素に向けた政策が取られていないので、移行リスクはそれほど大きくない。
これを私たちは2050年までにネットゼロに持っていけるように、まあ、経済政策や、まあ、市民の社会の意識とか、まあ、それから投資家のあり方っていうものを変えていかなきゃいけないというふうに考えているわけです。で、やはりそのネットゼロですね。まあ、国で言うと2050年までにネットゼロを達成するっていうことを約束している国が100カ国以上超えているわけですけども、まあ、これをどう達成するかってことを考えると、やはり政府がきちっとカーボンプライシングをする、それから、環境規制をするとか、排出規制をするとか、やはり政府の政策が一番重要なのは言うまでもありません。で、政府の政策があるから、企業の行動が変わっていくわけですが、同時に、その右下にありますように、その持続的な、ファイナンスマーケット、クライメートファイナンスの市場が育っていかないと、政府の政策だけで、企業の行動を変えようとしても、その企業の行動を変えるためには、投資が必要なわけですから、やはりその投資を支える民間のサステナブル金融市場っていうのが育っていく必要があります。で、それから、まあ、左側の市民社会っていうのも重要で、やっぱり市民社会が政府の政策を、モニターし、それから、まあ、金融市場にも、まあ、モニターして、まあ、いろんな、その、発言をし、チェック機能を果たしているというふうに思います。で、今、このクライメートファイナンスで、非常に重要なプレイヤーがいくつかあって、まず左側にありますように、やはり産業企業がネットゼロに向けて行動しなければ、国単位でのネットゼロの実現っていうのは不可能なんですね。なので、この企業の行動を変えるために、まあ、いろんな今、金融関係で、グループができて活動が活発化してます。で、まず右側にありますように、ボランタリーに、あくまでもボランタリーに、金融機関に、ネットゼロに向けて、投融資先である企業の行動を変えるようにですね、促していくような、活動をしているのが、まあ、G-Funds ですね、有名な G-Funds。それから、IIGCC っていうのがあります。で、それから、企業の、情報開示を、進めるような形で、いろんな開示の仕組みのところで、企業にいろんなプレッシャーをかけるっていうか、そういう活動が、ISSB、一番有名なのは ISSB で、CDP とか CAC、CAC、100プラスっていうのがあります。で、それから、中央銀行とか、中央銀行は銀行を監督してますので、中央銀行、そしてその中央銀行を通して銀行に対してですね、中央銀行の行動と、それから中央銀行がモニターする銀行の、行動を変えていくようなですね、まあ、いろんな、いい意味でのプレッシャーをかけているのが NGFS って言って、これは世界の中央銀行のと金融当局の集まりで、まあ、いろんなガイドラインというか報告書みたいなのを出しています。このように金融界では、まあ、いろんな活動が今積極的になっています。で、こうした中で、一応世界ではグリーンボンドとかが発行が増えています。で、左側がその気候変動関係のボンドだけですので、水色がグリーンボンドの発行額ですね。年間の世界の発行額。それから緑のがそのサステナビリティリンクトボンドというもので、まあ、グリーンボンドは首都をグリーンのプロジェクトに 100% 限定するっていうことです。サステナビリティリンクトボンドは、使途は問わないけれども、例えば温室効果ガスの排出をどの程度まで減らすっていう、目標を最初に設定して、その目標を満たしたら、金利などの、返済条件を緩くするっていう仕組みですね。で、今この市場が結構発達してきていて、左側に見ますように発行額は増えている。で、右側が発行残高ですけども、今、かなり、こう、増えてきて、今、2兆ドルまで世界で来ています。で、次に、その発行額を、国で見ますと、今、やはり、非常に、圧倒的に、このグリーンボンドを発行しているのは、国単位で見ると、中国で、今、このオレンジですね。で、非常に大量に、グリーンボンドを発行しています。で、ついで、この濃い緑色のドイツということで、まあ EU 全体としては世界最大のグリーンボンド市場ですけども、単体として見ると、やっぱり中国のグリーンボンドの発行が非常に目立っている状況です。
で、それ以外の新興国、途上国っていうのは、ほとんどまだ発行できてなくて、まあ、中国を除くと、今、グリーンボンドっていうのは、ほとんど先進国で発行が、まあ、起きていて、少しずつ市場が育っているような、段階であります。で、アジア、私たち日本はアジアでにありますから、アジアでのグリーンボンドの発行を見ると、非常に少なくって、中国だけは右の単位なので、もう、桁が違うんですね。もう圧倒的に、もう中国だけが際立ってグリーンボンドを発行している中で、それ以外の国は左側、国地域は左側ですけども、まあ、かろうじて香港、日本、韓国が、まあ、グリーンボンドを発行しているような状況ですから、まだ決してですね、活発に、アジアでは、グリーンボンドの発行が増えているわけではありません。日本もそういうことになります。で、さらに、もっと金額が少ないんですけども、もう少し実際に見ていくと、まあ、インドネシアとか、マレーシアとか、フィリピン、シンガポール、タイっていうのも、今発行を増やしていますが、この、黄色のですね、シンガポールが際立っているように、今、アジアで、圧倒的にリーダーシップ、この、クライメートファイナンスで、圧倒的な、先進的な取り組みをし、していて、非常に高い評価が高まっているのがシンガポールです。で、後でまたお話ししますけども、非常に、革新的に、後でお話しするトランジションファイナンスでも、いち早く、新しい枠組みを設定し始めていて、今このシンガポールを筆頭に、ASEAN の10カ国が、まあ、一緒になって、ASEAN として、なんとか、のグリーン、クライメートファイナンス市場を作ろうということで、一緒になって動いてるっていうのが今現状です。で、次に、まあ、今までの、グリーンボンドの発行残高を通貨で見ますと、やっぱり圧倒的にユーロで、次はドルなんですね。っていうことは、やはり、これ必ずしもユーロ圏の、発行体ということじゃなくて、やっぱり、EU が、一番、まあ、グリーンボンド市場が成熟してるっていうこともあって、外国の企業も、まあ、ユーロ建てで欧州で発行するというケースが多いということを示しています。はい。で、その一例として次のようなことが言えます。例えば、このグリーンボンドの発行額を見ますとですね、これ100%の場合は全て自国通貨で発行したってことなんですが、比較的発行が多い、日本とか韓国とか、香港とかの場合はですね、66とか40とか35っていうことは、外貨建てで発行してるケースが多いってことです。つまり、やっぱり国内市場はまだそれほどグリーンボンドの市場が育っていなくて、やっぱり、先ほど見ましたように、ユーロ建てとか、やはり市場が発達している欧州で、発行するっていうケースが多いということで、まだですね、アジアでは、それほど、育っていないっていう、ことなんです。つまり、発行額を増やそうとすると、自国だけでは賄えなくて、欧州で発行する事例が多いってことをお伝えしたいんです。で、マレーシアとかフィリピンとかタイは、発行額自体が小さいんで、まあ、国内で、消化してるっていう感じになっています。で、次にですね、ファンドっていう見地から見ると、ファンド、いろんなファンドがありますけども、まあ、投信もファンドですけども、そういったファンドの中で、クライメート関係のファンドについて、今どのぐらいのそのファンドが使ってる資産があるかっていうのがこの図なんですけども、もう見てわかりますように、もう圧倒的に欧州なんですね。ですから先ほど見ましたのはボンドでしたけども、ファンドっていう見地から見ると、もうほとんど欧州の独壇場ということで、かろうじてその後に中国は少し目立ってる程度で、アメリカも本当にごくわずかということで、債券市場ではね、中国とかアメリカは存在感ありますけど、ファンドっていうことになってくると、まだほとんど欧州以外では発達してないっていうのが現状で、それ以外の日本を含むアジアはまず、ほとんど皆無に近いぐらい小さい市場になっています。で、よく言われるグリーニウムって言われるものですけども、グリーニウムっていうのは、やっぱり機関投資家がすごく多くて、そういうグリーンボンドとかに投資したいっていう人たちが多いところで起こる現象で、つまり、そのグリーンボンドを買うときに、
額面と比べてすごく価格が高くなっても、なおグリーンボンドを買いたいっていうことになりますので、こういった、グリーンユーモがあるところでは、リターンが低くなりますから、投資家にとっては決して、リターンが高くないので魅力的ではないはずだけれども、それでもグリーンボンド欲しいっていうことで、それがグリーンユーモっていうことで、これ図にありますように、左側はユーロ建てですね。で、これマイナスっていうのが、いわゆるその、普通の、各発行体の普通の社債と比べて、利回りが下がっている状態を示していて、グリーンユーモがあるっていうことです。で、左側の、ユーロ建てと右側のドル建てで、グリーンユーモが見られていますけども、アジアの場合はほとんどグリーンユーモがないと言われています。やはりそれは機関投資家が育っていって、機関投資家がそういうその気候変動関連の、もっと投資をしようとか、機関投資家が自分たちのポートフォリオを、ネットゼロに2050年までしようとかいう意識の、高い機関投資家が増えていかないとですね、なかなかグリーンユーモっていう現象は起きにくいのかなというふうに思います。はい。で、またアジアに戻りますけども、今ですね、これから世界で最もクリーンエネルギーとかの投資が必要なところっていうのはもう圧倒的にアジアなんですね。で、今もそうですけども、中国を除いたとしても、これからも世界で一番温室効果ガスの排出量は多く、一番増えやすくて、最も課題が大きいのがアジアと言われています。で、これは IEA の推計なんですけども、まず真ん中辺の2022年のところを見ていただきますと、これが実額で、クリーンエネルギーに対する投資が実際どのぐらい行われたのかっていうので、新興途上国全体で見ると、773ビリオンダラーなんですね。で、このうち中国がすごくって、511ビリオン、ドルの投資をしていて、世界の先進国を入れても、中国のクリーンエネルギーっていうのは世界の半分から3分の1を占めているので、もうダントツのクリーンエネルギー投資国であります。で、中国の場合、その2050年までにネットゼロにしなきゃいけないっていうシナリオの下で、あとどのぐらい投資が必要かっていうと、一番右にありますように、まあ2035年までに今よりも倍ぐらいにすれば、なんとか、可能だっていう推計になってます。で、これに対して、サウスイーストアジアですね、東南アジアとか、南アジアのインドとか、そういったところっていうのは、今30ビリオンとか、82ビリオンしか投資してないんで、ここを、ネットゼロに持っていくためには、今の6倍から8倍ぐらいの莫大なお金が必要なんですけども、冒頭で見ましたように、ほとんど資金が世界から入っていないという状況になってます。で、これは、IMF のデータなんですけども、まあ、取れるデータで、推計にはちょっと課題はあると思いますけども、銀行が、まあ、企業とかに融資しますけども、その銀行ローンによって、まあ、企業に融資をすることによって、まあ、配出された、排出額を表していますけども、で、これで見ますとですね、やっぱりこう、フィリピンとかね、インドネシアっていうのは、どんどん増えていて、やっぱり電力関係の融資が多いんですよね。で、その電力がアジアは圧倒的に石炭が多いので、どうしても今のままアジアで脱炭素を図っていかないと、なかなかその、国全体の、カーボンが、の排出が多いっていうこともそうだし、金融機関も、脱炭素ができないっていう、問題になっています。はい。で、ここまでが第一部の現状で、ちょっと第二部でですね、その中でも、すいません。第二部でちょっと、それで今の話をですね、もう少し課題を説明していきますと、じゃあ、その、ね、世界で、そのクリ、うん、気候、クライメートファイナンスがどうして十分発達してないかっていうと、やっぱり三つ理由があって、一つはやはりそもそもデータが足りない。ベーシックなデータすらですね、まだ標準化が進んでいません。で、ベーシックなデータって何かっていうと、温室効果ガスの、今、スコープ1、スコープ2、スコープ3っていう、GHG プロトコールで、決められてる、方法があって、まあ、スコープ1っていうのは、自社の工場とかから出る、温室効果ガスですね。で、スコープ2っていうのが、電気とか買ってきた、電力とかによって、間接的に排出される排出量です。
で、一番難しいのがスコープ3で、要するに、A という企業があったら、その A の企業のサプライヤーからユーザーまでの排出量を計算するんですが、ここがすっごく難しくって、でもここをしない限りは、世界の温室効果ガスの削減が進まないという中で、まだ情報開示が十分じゃないということです。それから、欧州の投資家は、機関投資家はすごい積極的で、日本とか、いろんな、アジアの企業にもプレッシャーかけてるんですけども、国内の金融機関がまだそこまで意識が高くないということもあって、なかなか国内の金融機関が、欧州並みにですね、企業の行動を変えるとこまでエンゲージメントが徹底してできてるかっていうと、まだそうじゃないところが多くって、つまり国内の金融機関とか、それから国内の金融当局の、やっぱりこの気候変動に対する意識っていうのが、もっと高まっていく必要があるっていうことです。で、それから、最後に、その開示がたくさん、行われているように見えるんですけども、要するに、きちんとした、基準のない中で、開示が行われているので、企業間の、開示のばらつきが大きくって、どうしてもチェリーピッキングって言って、企業は、まあ、自分たちの得意のところだけを、こう、グリーンだって言って出すんですけど、全体が、なかなかグリーンじゃないところを、なかなか出さないってことがあって、投資家から見ると、非常にこう、比較ができないっていう問題があって、残念ながら今の情報開示だと、投資家が十分ですね、グリーンウォッシングを、気にしないで投資できるという状況になってません。で、それからですね、あと、やはりどうしてもアジアの規制当局と話してると、やはり企業にとって非常にコストがかかるんですよね、こういう情報開示とかっていうのが。それなので、だったら普通の社債がいいやということで、なかなかそのグリーンボンドを発行しようっていうインセンティブがないっていうのが一つ問題があって、で、まあ、ましてそのグリーンウムっていうのがないわけですから、あんまり需要もないっていうこともあって、ここがやっぱりアジアで市場が発展していかない、一つの問題かなというふうに思います。ちょっと時間がないので飛ばしていきますね。で、それから今すごく話題になっているのが、ESG 格付けですね。信用格付けってありますけども、国債とか社債の信用格付けって、フィッチとか、S&P とか、ムーディーズが、三大格付け会社が、AAA とか AA とかシングル A っていう格付けしてますよね。あれと同じように、世界で大体12社ぐらい大きいところがあるんですけど、そういうデータプロバイダーが企業に対して、環境とか社会とかガバナンスの検知、あるいは環境だけでもいいんですけど、格付けをしていて、そのデータを買って投資家が、投資してるんですけども、これ非常に問題になってるように、そもそも企業の情報開示が十分じゃないところに、いっぱいミッシングデータがあるんですけども、そこをデータプロバイダーがはっきりわからないやり方で、推計を出して入れちゃってるっていう問題があって、結局、いろんな問題がありましてね、A という企業に対して、3つぐらいのデータプロバイダーが格付けしたとすると、かなりばらつきがあって、どのデータプロバイダーのデータを買うかによって、投資判断が簡単にずれるっていう問題が、これはもう、ここ2年、3年ぐらい、非常に問題になっていて、で、イギリスと EU では規制を始めるんですよね。で、こういう問題もあるんです。で、それから次に、先ほど冒頭でグリーンボンドとか、サステナビリティリンクトボンドっていうのがあると言いましたが、あれはラベルドボンドって言って、ラベルがついてるわけですね。で、あれどういうふうに発行されるかっていうと、企業が、じゃあ私が A という企業でしたら、私がグリーンボンドを発行したいとなると、私は、そのグリーンボンドっていう名前を使えるためには、ICMA っていう ICMA と、もう一つは CBI っていうのがあって、そこが、いろんな基準を作っていて、で、それを、第三者の格付け会社とかが、その発行する A という企業の、そのグリーンプロジェクトが、基準と合ってるかどうかをセカンドオピニオンとして出すんですね。で、それで OK もらってラベルを貼れるってことになってるんですが、残念ながら、その基準のところがかなり緩すぎて、同じグリーンボンドでも、多分質が相当国によって違ってるっていう問題が起きていて、なので、グリーンボンドだから安心なのかっていうと、そうじゃなくて、グリーンボンドのこのやっぱり、質っていうのがすごく問われていて、今 OECD もこのことにすごく焦点当てて、来年ですね、会議が行われますけども、こういう問題があります。ですから、今はですね、いろんなその ESG インダストリーっていうのがあって、いろんな人たちがいるんですけども、まだ情報開示が十分じゃなかなかで、やはり本当に信頼できる市場がまだできていないという状況です。
で、こういったところで今、ようやく、ポジティブな動きとして、気候変動関連の情報開示が進みつつあって、まあ、もともと TCFD ガイドラインというのが17年と21年にできて、で、これによって、気候変動の情報開示をガバナンスと、戦略とリスクマネジメントと、それからメトリックスと、インディケーターで4つに分けて、開示するってことが決まったんですけども、まだ十分それがですね、浸透しなかったんですね。で、浸透しなかったし、十分データの開示も進まなかったので、標準化が進まなかった中で、投資家の不満が非常に高まり、もっと、きちんとした情報開示をしようということで、ISSB の、基準が、6月にできて、来年から適用されます。日本は2年かけて、それをどう適用していくかというのを検討してますけども、早いところでは EU はもうこれを織り込んでいて、イギリスも入れる、オーストラリアも入れる、ASEAN も一応入れるって決めてて、シンガポールはもう早々に入れるっていう感じになっていて、まあ、時間をかけるかもしれませんけど、世界的に ISSB を採用していく動きになっています。ただ、ISSB をすれば、万全かっていうとそうではなく、残念ながら ISSB はですね、ネットゼロターゲットっていうのを入れなかったんですね。なので、ISSB をやってれば、じゃあ情報開示がいいかっていうと全然そういう問題じゃなく、さっき言いましたように、業界全体として、やっぱりそのグリーンボンドのラベルのね、質からですね、ESG プロバイダーのその問題から全体的に底上げしていかないと、なかなかその、まあ、お金がですね、本当に必要なクライメートファイナンスに入ってこないっていう状況になります。あと残りの3分ちょっと急いで話しますと、今すごく話題になっているのは、そのクライメートファイナンスの中でも、鉄鋼とかセメントとか、化学っていう、今の技術では十分削減する技術がまだ成熟してない。そういったところにどうやってお金をつけるかっていうのがトランジションファイナンスで、左側にありますようにハードとアベイトっていうところですね。で、これが世界の温室効果ガスの大体30%。で、これに、まあ、電力を入れる場合もあって、つまり電力って再生エネルギーがあるけども、石炭とか、ガスを使った場合に、削減をするっていうことも考えられて、まあ、それも入れれば、抗議で、これが、温室効果ガスの25%ですから、大体世界の温室効果ガスの50%以上が、こういう、なかなか削減が難しいセクターで、今ここにですね、あんまりお金が入ってきてないんです。で、これをどうやってお金を、特にアジアに入れるかっていうのがすごい課題になっていて、ね、なぜかっていうと、アジアの場合は一番上にありますように、石炭がまだできて間もなくて、平均14年なんですね。なので、これをですね、全部リプレイスするっていうのは、不可能なので、一部はやっぱり石炭、できてしまった石炭の、削減を減らさなきゃいけないってことを考えなきゃいけないですし、どうしてもですね、アジアがこれからも成長もし、人口も増えていくってことを考えると、再生エネだけでちょっとやっていくのは不可能だっていうことなんです。で、それなので、やっぱりそういうトランジションファイナンスっても考えなきゃいけなくて、下にありますように、その再生エネルギーだけじゃなくて、CCS とか水素とか、それからあとシンガポールと ASEAN を打ち出したのが、まあ、できるだけ一定の条件のもとで、今持ってる石炭をできるだけ早く、早急に、まあ、やめる。そして、再生エネルギーに置き換えるっていうのは、お金がないとできないので、お金をつけるために、より信頼のあるタクソノミーっていうのは作ってきていて、今これを打ち出したところです。で、ただ問題はですね、最後の1分で、トランジションファイナンスっていう定義がバラバラなんですよ。さっき言いましたように、排出の多いところだけに、特別特化して、技術が、これからの革新が必要だから、そこにファイナンスをしようっていう考え方が、OECD とか、日本とか、まあ、シンガポールと、まあ、OECD とか日本の考え方なんですが、今 G ファンズが最近打ち出したのはそうじゃなくて、もうすべての経済がネットゼロの移行なんだから、それを全部トランジションファイナンスにしようっていう発想を、直近で出してきたんですね。そうするとトランジションファイナンスの今定義はバラバラになっちゃっていて、ちょっと今ですね、混乱してる感じになってます。で、最後にですね、まあ、こういった中で、ASEAN とシンガポールがですね、ちょっと、細かくなっちゃうんですけど、要するに、EU がやっていなかった、EU っていうのは基本的にはグリーンのところを中心にしてまして、あと、天然ガスと原子力だけをトランジション活動として入れてるだけなんですが、ASEAN が非常に画期的なのは、アンバーって言って、信号色の緑とアンバーとレッドの中のアンバーがトランジションで、そこに対して明確な行き地と、それからサンセットって言って、いつまでもアンバーにさせないよって、
一定の期間が来たら緑に変えるか、ダメだったらもう赤としてアウトっていうふうにするっていう仕組みを世界初で出したんですね。で、こういうふうにトランジションに今すごく力を入れて、より信頼の高いタクソノミーっていうのを今作ろうとしていて、まあ、ダントツに中でも最もすごく進んでるのはシンガポールです。で、最後に、今、グリーンボンドとトランジションボンドっていうのがあって、トランジションボンドを出してるのは基本的に日本と中国だけです。で、左側が、グリーンの普通のボンドで、オレンジがトランジションボンドなんですけど、中国は今トランジションボンドほとんど増やしてないんですが、興味深いのは日本で右側ですけど、グリーンボンドの発行のペース以上にトランジションボンドの発行が増えていて、今国を挙げてトランジションボンドって言ってるので、まあそうやって増やそうとしてるんですが、まだ世界ではトランジションボンドの発行っていう、モーメンタムが高まっていないということです。で、最後にこうした中で、私は ADBI と ADB で、この今、プロジェクトを立ち上げましてね、規制当局の間で、このアジアでバラバラに、みんなが、それぞれが別個にやってる、この、こう、ファイナンスのアプローチをですね、お互いに理解で深めて、少しでもインターオペラビリティを高めるために、まずはこのアジアでバラバラになってて、このままだと市場が分断化していきますので、金融当局の間での理解を深めてもらって、率直に議論をする非公式会合を立ち上げました。で、それから、これは ASEAN プラス3で始めるんですけども、キャパシティビルディングも、アジアの多くの途上国にもやりますし、再来年になりますけども、ADB に、ホームページを作って、アジアの規制当局が、このクライメートファイナンスのためにどういう会議をやっていて、どういう政策をしようとしているかっていうのを、一つの、画面で見られるようにしていきます。で、まだ、始まったばかりですけども、こういった動きも行っております。以上です。ありがとうございました。はい、平井先生、ありがとうございました。